ああ、日本のネットで注文したら本当に遅いな。韓国人留学生、あとは韓国語先生、タンパです。じゃあ、今日はですね、僕が日本に持っていた先入観っていうか、先入観について話してみたいと思います。ああ、日本のネットで注文したら本当に遅いな。これが僕が韓国で持っていた日本の運送の先入観でした。これはね、僕だけじゃなく、すべての韓国人が持っている先入観です。日本のネットで注文したら本当に遅い。1週間、2週間ぐらいかかる。ネットで注文できる品物の種類が本当に少ない。僕がこう思った理由、 YouTube ですよね。 YouTube とか、僕は日本で住んでいます。しかし日本のネットで注文したら本当に遅いです。本当に遅い。注文できる品物が本当に少ない。なんかネットとかでそのような文とか見てたので、僕はとか日本の宅配遅いですよね。うん、こんなイメージがあったんですけれども、何これ。僕これね、昨日注文したけど今日届きました。今日5月16日日曜日です。実際に僕が日本に住んでみると、その考えが変わりました。僕今日本にいますよ。はい、やっぱ人間って自分が直接経験しないと全然違う先入観、イメージを持っているんですよね。実際に日本に住んでみると、本当に日本の高い、早い、うん、遅くない。あと、ウーバーイーツとか、まあ、日本に来る前には、まあ、日本のウーバーイーツとか、まあ、手前のアプリ注文しても、なんか、ハンバーガー、まあ、牛丼、あと、ピザぐらいあるのかなと思ったんですけど、ウーバーイーツ手前から見たら、まあ、いろんな食べ物を注文できるでしょ。これびっくりしたことです、日本に来て。うん、最近びっくりしたことなんですけれども、コンビニの手前もできるでしょ。それ最近びっくりしたことです。しかし包装料もったいないなので、まあ利用したことはないけど、それびっくりしたことです最近。ああ、しかしこれはちょっとなんか宅配会社に働いている方がちょっと大変だと思ったことがあります。なんか、うちの家に郵便ボックスないので、なんか家に僕がいないと、これもらえることができないんですよ。だからせっかく僕の家まで来たのに僕がいなかったら、今度また来るでしょ？だから、それがちょっとすまないっていうか、はい、どうすればいいかわからないですよね。なんか別に僕が家にいないと、なんか僕がその店舗を見て、電話とかネットで予約することができるんですけれども、なんかすまない気分っていうか、これどうすればいいなのか本当にわからないです。この前はかっこオンライン授業だったし、まあ、韓国語先生じゃなかった時だったんですけれども、最近は出かける時が多いので、これどうすればいいか本当に最近悩んでいることなんですけど、あの会社の人大変でしょう。だからこれどうすればいいなのかわからないです。私この動画撮った後会社に行くんですけれども、今日また後来る郵便があるんですけど、誰か教えてくれ。教えてください。でネットで注文したものを見せます。これネットで注文しました。これラクテン YouTuber として買ったもの、クロマキー。これもネットで、僕がいつも寝ているベッドもニトリ、このメトリックスもニトリ、これもニトリ、これもニトリ、ネットで注文したやつ、注文したもの、これもニトリ、あとあのソファーもニトリ、ネットで注文したやつ。やば。さあ、僕の初デカ盛り挑戦、彼は完食したんでしょうか。今度見てください。